Breaking Need 孤高のニート飯オロスライム。災いや偽りはいらない、聞け。はい、本日も、Breaking Need 孤高のニート飯、こちらのチャンネルご覧いただき誠にありがとうございます。ただいまですね、4時53分、朝の4時53分でございます。本日は、ちょっとですね、この前に、今ですね YouTube ライブ、私の敬愛いたします、格闘家高瀬大樹氏の、イコライザー大樹チャンネルを、ライブ配信をですね、拝見させていただきまして、で、まあ、ちょっと、だいぶ落ち込んでいた、私ですが、すごく、勇気づけていただきましたので、ちょっと今回ですね、寝る前に、ちょっと動画でも撮っておこうという気持ちになりまして、ただいま、回せていただいております。はい、先ほどまで見ていた、高瀬大樹さんの、YouTube ライブ、本当に、すごい、勇気づけられまして、本当にですね、魂の言葉というか、本当に心のこもった言葉を、常に返してくれる、高瀬大樹さんには、本当にちょっともうなんて言ったらいいんですかね、なかなかやっぱりいないんですよ、そういう、本当の言葉をかけてくれる方っていうのは、大人で、ただでさえ、周りの人間っていうのは全然いない中で、友達も いなくて、頼れる人も誰もいないっていう状況の僕に対して、本当に、心のこもった言葉を、アドバイスですとか助言ですとか、まあ、言っていただける、本当に僕高瀬さん前から知ってるんですよね。知ってるっていうか、つながりとかがあるわけではないんですけど、まあ、前の僕がですね、中学校とかそれぐらいに、まあ、プライドっていう格闘技団体がありまして、そこで活躍してた選手なんですけど、まあ、実力は、特に寝技ですね、本当に、影のグラップリングキングっていう風に言われてるんですけど、まあ、かなり高瀬さんも実力は本当に相当高いものがある、高くてですね、寝技に関しては本当に国内ではもうかなりトップクラス、本当に一時代を築いた方なんですけど、まあ高瀬さんもおっしゃられてるように、すごく苦労された方で、本当に多分過去にですね、本当にいろんなことが経験されて、まあ今でもですね、YouTube ライブなので、まあ結構僕は好きで見ているんですけど、本当に、言葉がですね、本当に人間味がありまして、で僕は非常に人格者だと思っておりまして、でかなり誤解されるような方でもあるんですよ。僕も同じように思いましてきましたんで、まあ、高瀬さんはやっぱり年齢が一回り二回り上なので、その分ですね、本当に今までの経験っていうのがねですね、基づいて、そうやって的確なアドバイス助言をいただけるんで、ちょっと本当にかなり気持ちが楽になりまして、で今ちょっと動画なんか回す気もそんななかったんですけど、ちょっとですね、まあそういった、高瀬さんへの感謝、まあ、そういったところをちょっと撮りたくて、まあ今撮ってます。はい、高瀬さんについては、まあ調べれば出てくると思うんですけど、本当にですね、なかなかちょっと正直実力ありながらも、ご自身でもさっきのライブなどでも言っていたんですけど、まあ過去のですね、その
まあ、ちょっと昔の、一昔前の、格闘技的なあの事情とかもありまして、なかなか、マッチメイク等も恵まれずですね、かなり苦労された方ではあるんですけど、まあ、なんだろうな、未だにあえてあの前向きに、YouTube などでもあの積極的に、活動なされていて、まあ、人生の先輩としてですね、非常にあのためになるあの、配信で、あの僕もあのライブがあるときはあの見れるときはあの見るようにしてるんですけど、やっぱりあのやっぱなんですかね、あの普通の仕事ですとかそういった社会でのつながりだと、やっぱりなかなかね、あのああいうふうにあの、心を込めてというか、あのなおかつあの経験を踏まえてあの言ってくれるような存在っていうのはなかなかいないので、あの本当にあの貴重なライブ配信だと思ってまして、でそうですね、あのまあ、今ですね、やっぱりあのブレイキングダウンとかあのすごいあの盛り上がってるんですけど、まああのなんだろうな、もう実力ですとか背景とかそういったのを加味しても、やっぱりあの、まあ、本物の格闘家なんですよね、高須さんは。で、まあ、人間的にもあの僕はすごい素晴らしいと思ってて、ただすごいあの一方で誤解される方でもあるんで、なのであの、まあ、すごい苦労されてると思うんですよ、うん、僕はでもだからこそあの高須さんのライブあの言葉を聞きたいと思ってあの見てますし、やっぱり見てる時っていうのは話聞いてる、高須さんの話聞いてるとやっぱ精神的に安定してくるんですよね、落ち着いてくるっていうか、やっぱ同じようなあの、類の方かなとは思いますんで、なのであのなんていうんですかね、まあやっぱりあのライブ配信であのまああのブレイキングダウンとかの選手みたいな感じじゃなくて、あの政治の話とかですね、日本の今の、社会情勢ですとか、まあ、国内外あのすごいあの有益なお話されてますんで、あのなのであのまあこの僕自身のチャンネルはですね、あのそんなに見てる方いらっしゃらないんですけど、まあ、それでももしあの興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひあの高瀬さんのチャンネル、イコライザー体重チャンネルっていうんですけど、まあ、それすごいあの有益なチャンネルだと僕は思ってますんで、なのでぜひあの見ていただけると、一度話をあの聞いてみると、すごいなんていうんですかね、今言ってるあの僕が言ってることもちょっと分かってくれるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあ、もしよかったらあの高橋さんに頼まれたとかそういうわけでは一切ないんですけど、あの僕自身がちょっと個人的にお勧めしている、数少ないチャンネルになりますんで、よかったら、覗いてみてはいかがでしょうか。はい、っていうところで、まあちょっともう眠いんで、はい、あのまあ今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。さよなら。おやすみなさい。いつもありがとうございます。